熊本エコビレッジサイトから来た工藤真空です。どうも。今、アズワンに来て3日間、濃密な時間、日本各地でエコビレッジコミュニティ作ってる皆さんと合宿をして、まずこのアズワンに僕はびっくりさせていただきました。失礼ながら誤解をしていて、なんかそういう、ともすればなんか依存型のコミュニティなんじゃないかって思ってたんだけど、あ、目から鱗な、まずそこから、しかも、皆さんと第一線で活躍するコミュニティで活躍する皆さんと話してね、どんどん深みにね、自分の内面と向き合い、皆さんの内面と向き合った結果、確信に変わりました。これでいいのだとありがとうございます。はい、どうもこんにちは、ウェリオコーダイドタヤです。見てください、タイさんのピザ持ってきてきたくれたピザ種でパンダで作ったピザです。美味しい、これもう超最高、ありがとう。今回3日間、2泊3日で過ごさせてもらって思ったのは、やっぱこういうちょっと普段の日常生活から少し離れていろいろ考えたり学ぶ機会ってすごく大事だなっていうのを改めて思いました。でそれを一人でやるんではなくて、同じような志を持ってる人たちと、心の底からこうケアしてくれるような環境との中でできるっていうのはすごく貴重な機会だなと思っていて、まあ、ダーナビレッジでもリトリートっていうの最近やってなかったんですけど、自分たちが持ってる資源を使って、そういう風に他の人をこう癒したりだとか、勇気づけたりっていうのが、あ、もっともっとできる可能性があるなっていう、そういうまあ喜びの機会にもなった感じがします。で、ちっちゃい可愛い子と一緒に来たけど、それも何の不安もなくみんな気にかけてくれたので、すごくいい2泊3日になりました。ありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。エコビレッジ最果てから来ました、坂井ゆうきです。はい、アズワン鈴鹿コミュニティの岸波龍です。はい、この度、兄弟になりました、ね。皆さん、お見知りおきを。はい。でも本当今回、アズワン来て、なんか、この怪しい部分を解き明かそう、みたいな感じで思ってて、いたら、なんか家族より家族以上になる、みたいな。ますます怪しい、ね。そうそうそう。どういうことみたいな。だからどんな仕組みがあって、その、なんだろう、スキームというか、ね、ものがあって、で、それを、なんか、考えてたんだけど、結局、さっきも、でもなんか、家族に、なんかそんな取り決めもなければ、なんか条件もないよね、みたいなところで、なんかまあ、確かにな。でも、どうやってみんなが家族になれるんだろうっていうところの、やっぱまだ不思議さも残ってて、でもすごい心の部分を、すごい感じてて、今回なんかは手に入ったかなと思ってます、ね、僕も今回ね、ゆうきくんとか、工藤真空くんとか熊本から来てくれたりとかね、あとダーナビレッジのみのりちゃんとかカイくんとかもね、遠くから来てくれて、本当になんかこう、あ、この人たちと一緒にやっていきたいなっていうのがね、自分の中からこうふつふつと湧いてくるなっていう、これからが本当になんかこう希望と楽しみと、ね、一緒に皆さんやっていきましょう、はい、怪しい石とかこれから販売していこうと思って買ってね。はい、壺は売りません。人類への全ての人へ、幸せに生きていきましょう。イエーイ。